おはようございます。声が出ないんで、なんか声のモチベだけ上げてみました。すいません、いつもみたいに元気ないです。朝の調子上げるのめっちゃ大変です。お腹空いてるから特に上がりません。早くご飯作って食べないと。はい、ではでは、今日のメンバー紹介です。久しぶり、そんな作ってなかった私。久しぶりです。メンバー紹介です。はい、じゃあ勘のいい方はわかるはず。一回作ってます。過去に一回作ってます。何を作るでしょうか。はい、まずホットケーキミックスの素、はい、卵、ベーコン、玉ねぎ、人参、チーズ、ほうれん草、こちらは冷凍食品のほうれん草です。そして豆乳、これはちょっと特別メンバーです。でバター、こちらゴールドキウイ、これはねあれです、デザートです。もう先に、はい、こちらデザートでお見せしております。はい、本日のメンバーです。作りましょう。はい、なのでなるべく、うわもう夏やね、ドロドロしとる。ビビシャンなんで一回消しました。なんかいっぱいポロポロこぼれよる。はい、ベーコン、はい、次人参、はいはい、はい、玉ねぎ、はいはい、ほうれん草、出ない、はいはい、よし、こちらをねまず炒めて冷まします。いいですね、色合いが非常に良い。よき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 、よし、これでいい。焦げない前にもう火が通ったら OK です。おー、はい、 OK。 ということで珍しく読んだので、卵と牛乳を入れます。よいしょ、はい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 、オッケー。はい、そして牛乳ではなくわざと豆乳。なぜ豆乳にしたかというと、年寄りなんで。タンパク質を取りなさいと、はい、周りから言われております。牛乳の代わりの豆乳 150cc なんですけど、これ200なんで、はい、缶で150入れます。 50cc 残しです。適当、これこんぐらい、これ今150、私が決めた。 OK、これはね、よく混ぜるらしい。よく混ぜていい。ミックスを入れたら5、60回だって。はい、ホットケーキミックス。だー、だー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 。37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50。51、52、53、54、55。よし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 、オッケー。はい、
それ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 、はい、これ何チーズだったっけ、多分ねモッツァレラチーズ。そしてはい、粗熱冷ましました。それ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 、はい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 、いい感じです。ほら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 、はい、それでこれをもうちょっと混ぜる、はい、はい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 、いいでしょ、いい感じでしょ、ほら、よし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 、いい感じでしょできた。これを焼きます。はい、で一回フライパンを熱したら止めます。そしてはい、ドロドロに溶けた怖い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 、うわ、ほらもう火止めてるから大丈夫。どんぐらいわからん、もうドロドロだから全くわからん。これしかなかったけどまあいいか。はい、焼きます。まだ火はつけん、怖いから。タフ丸くんもね強いもんね、火力。よいしょ、はい、多分これが半量ぐらいだと思う。着火、はい、いってらっしゃい。そう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 、どうでしょうどうでしょうどうでしょう、周りがもうカリカリになっとる。お、今日余裕返すのっていうか、うわ、いやーやだーやだー、それなんでこんなに偏ってるの、焦げが。え、なんでなんでこんな片方に、あ、え、地面傾いてる、そこまで、あー、ちょっと傾いとったかもしれん、地面が。でもこれ前向きに考えたらさ、こう半分カリカリ焼き半分ふわふわ焼きで食感が2倍楽しめるなんて前向きな意見なんでしょうか。よし、できた。オッケーす。えい。そーれ。ここでまた嫌だよ。よいしょ。はい。よし。オッケー。はい。皆様わかりましたか？今日の朝食の正解。ケークサレです。こちら。完成です。ケークサレ。フランスの甘くないお惣菜系のケーキ、塩味のケーキって意味みたいですね。キッシュとかパウンドケーキに近いケーキになるみたいです。お腹空いたよ、やっとできた。いただきます。ちょっとまず、もう今日ね緑茶熱い。さあ、ケークサレいかがでしょうか。じゃーん、ね、ちょっとお惣菜系のケーキです。いただきます。
美味しい。もう本当にね、あの甘いししょっぱいし、もうどっちでも合う。こっち、はい、こちらはちょい焦げ、見ないで、ダメ見たら。はい、こちらもいただきます。うんうん、ちょっとね焦げてる方だけど、まあなんかね、あのサクサクだった。さっきのね、あの焦げてない方はふんわりホットケーキに近いけど、こちらはねアメリカンドッグに近かった。カリカリどうにでもね、あの褒めようとするいいようにだからさっきのホットケーキに近かったかね。どっちもやっぱりね食感面白い。ケークサレのさ断面がねいいよね、色合いがね。とってもおかわり報告します。なぜ2回に分けたかっていうと、今日のプレート忘れてきました、丸いやつ盛り付けのプレートを忘れてきたからですね、今日2回に分けてちっちゃい盛り付けで食べます。はい、あ、そしてほらさっきの豆乳忘れてた、これも飲んじゃいます。そう、第2弾。味は一緒なんだけどね、まだのどこの焼け具合を食べるかによってまたアメリカンドッグなのかホットケーキなのかの差が出ます。いただきます。はい、キウイ。なんかね久しぶりにキウイ買ったんです。実は実は一時ねすごいね高かったとよね、キウイえって、ちょっとなんか一玉高かったからね買わなかったら、最近ですごいなんか急激に安くなってやっとなんかね買えました庶民なので。あ、もちろんニュージーランド産のやつです。はい、うーんま、うーんまい、あんまい、ゴールドキウイ大好き。美味しかった。お散歩でめっちゃお腹空いてたからね。美味しかった。はい。ごちそうさまでした。あ、ケークサレ作ってみてください。野菜炒めて塩コショウしてホットケーキミックス入れて焼くだけです。今回もご視聴ありがとうございました。もう本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。はい、えいひろでした。
バイバーイ。元気よくバイバーイ。